石東神社石東神社は愛知県一宮市今伊勢町にある神社。式内社で旧社格は県社。毎年4月に行われる石東祭りでは三両の出しが引かれる。なお、式内社の石東神社はこの一宮市今伊勢町の石東神社のほかに一宮市や財町の石東神社、岐阜県橋間市、桑原町の 八つるぎ神社が該当する説もある。橋し市桑原町の八つるぎ神社は、市宮市今伊勢町の石頭神社の旧地と推測される。市宮市阿し町の石頭神社は、石頭神社を参照。石頭神社は、愛知県市宮市阿し町にある神社である。終わり国中島郡の敷内社石頭神社という説がある。しかしこの地域は、 終わり国はぐり軍であり、疑問視されている。しかし、同じように、終わり国中島軍の式内社である、詳細神社が、市宮市麻井町の詳細神社と推測されている、こと。この地域は、木曽川の反乱の多発地帯であり、その影響で、平安時代との軍境が、はっきりとわかっていないとの説もあることから、この地域も、中島軍であった可能性がある。 2016年3月22日に、市宮市無形民族文化財に指定される。毎年8月第1土曜日に、黒岩石陶技音祭りが行われ、一台の出汁が惹かれる。ありがとうございます。